スティーブ・スミスはアメリカ合衆国のジャズミュージシャン、ロックミュージシャン、ドラマー、1979年から1984年と1996年から1999年の間、米ロックバンド、ジャーニーに在籍したことで知られ、ジェフ・バーリン、マイク・スターンなど様々なジャズミュージャンが率いるあらゆるバンドで活動し、その他多くのジャズセッションにも積極的に ゲスト参加している。2016年現在は、事実上サポートメンバーの扱いだが、ジャーニーでの活動を再開している。ローリングストーン氏の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて30位。マサチューセッツ州、ブロックトーン生まれ、バークリー音楽大学で1年間アラン・ドーソンに、支持する。ドーソンは、トニー・ウィリアムスらを導いた人物で、スミスと同期門下生のジャズドラマーに、 ビニー・カリュータや、ハービー・メイソン、シンディ・ブラックマン、日本人のミズノ・オサミラがいる。その後、19歳で、プロになり、ジャズバンドで活躍するうちジャン・リュック・ポンティの、全身的グループに参加。ロニー・モントローズのプログレッシブロックバンドで、短期間ドラマーを務めた後、1979年に、ジャーニーに、エンズ・レイ・ダンバーの公認として参加。以降、バンドの絶頂期を支える。 在籍中の83年に、友人のティム・ランダースらと自身のフュージョンバンド、バイタル・インフォメーションを創し、85年にバイタル・インフォメーションに専念したいという、意向と、自身の子供が生まれたプライベートの事情からジャーニーを、離れた後は、ジャズ、フュージョンの他ポップスでも活躍し、現在までに、マライア・キャリーや、ブライアン・アダムス、サベージ・ガーデン、アンドレア・ボチェッリラの録音にも参加している。 1991年には、元ジャーニーのグレッグ・ローリー、ロス・バロリー・ラト・ストームを結成。また、バイタル・インフォメーションは、トム・コスターを迎えるなど、幾度かのメンバーチェンジを経ながら、定期的に活動している。近年では日本には、ランディ・ブレッカーや、ステップス・アヘッド関連での来日が多い。少年時代の彼は、ビートルズや、ローリング・ストーンズらのロックに、あまり興味がなく、 ビッグバンドジャズを好んで聴いていたという。その後レッドチェッペリンやディープパープルに刺激され、ロックもジャズと合わせて聴くようになった。ジャーニーの活動再開後リリースしたアルバムトライアルバイファイアーリリース後に再びジャーニーを脱退して、それ以降はバイタルインフォメーションを中心にジャズ、フュージョンに軸を置いた活動を行っていたが、2015年に 解雇されたディーン・カストロロボの代役として2016年以降のツアーへの参加のオファーを受け、再びジャーニーにサポートメンバーとして再加入したがあくまでツアーメンバーとしての一時的な在籍なのか正式な復帰であるかは現時点では明らかにされていない。ジャーニー加入以前よりソンヤのドラムを長年にわたって愛用している。ソンヤからは自身のシグネーチャーモデルである スネアドラムが発売されている。ジャーニーとして初来日を果たした際には、楽器の調達の問題からか、ヤマハのドラムを使用したこともある。シンバルはジルジャン。スティックはビッグファースから発売されている。自身のモデルでグリップはレギュラーグリップとマッチドグリップを併用している。ジャーニーだった後はジャズへの回帰を強めているため、レギュラーグリップの使用頻度が高くなっている。 1975年、1977年、1981年、1983年、1984年、1985年、1986年、1987年、1988年、1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1 9百八年、1 9 9年、1995年、1 9年、1 9百九年、1995年、1995年、1 9 9年、1 9年、1995年、1995年、1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 年、 1996年、1997年、1998年、1999年に、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、ありがとうございます。